ナンバーガイのあるミスについて 2B 公式サイトが謝罪。 2Heroes CM ムービーは平野翔メインと校長の裏側で発生した事案に 2B がてんやわんや。こんにちは、スコープ芸能です。3月3日、 Amazon の動画配信サービスプライムビデオが公式 X 旧 Twitter を更新し、3月17日に約230の国と地域に世界同時生配信される 2Heroes 2B ファーストスーパーライブのテレビ CM の映像を解禁しました。 2Heroes は滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社。 2B の所属タレントが3月14から17日にかけて東京ドームで行うオールスターライブ。ナンバーワイ IMP三宅健さん、北山宏光さん、大東律樹さんの出演が発表されています。 CM ムービーは全編通してモノクロ、映像は平野翔さんの瞳のアップから始まり、ナンバーガイの神宮寺勇太さんと岸優太さんをメインに 2B のタレントが集結していく内容になっています。以前から 2B はナンバーガイ、特に平野さんの一強だと指摘されてしまっていますよね。今回の CM も平野さんの目からスタート、彼の人気に頼っている感もありますが、そうなるのもやむを得ないくらいに平野さんの瞳の力は圧倒的で、これまでも多くのファンを魅了してきましたとワイドショー関係者は話しています。平野さんの目の力は旧ジャニーズのキング&プリンスに所属していた時代から高く評価されてきました。2022年8月にコンタクトレンズ、ボシュロムアクアロックスシリーズの CM キャラクターに起用された際の会見では、平野さんがいつかは目だけで女性を虜にできるような男性になれたらという夢を持っていますと語ると、司会者にもう叶っているんじゃないかなと、たくさんの女性が平野さんの目に吸い込まれていくんじゃないでしょうかと聞き返されるほどでした。実際ボシュロムは平野さんの起用期間中に公式 SNS アカウントのフォロワーが10倍に増えています。そんなボシュロムは平野さんがナンバーガイを結成後、3月1日にイメージキャラクターに再起用。今回は16時間後もレンズ水分の 96% を保ち、潤い成分が広がるが特徴の滴るレンズのキャッチフレーズを持つボシュロムアクアロックスワンデー UV 芯と、高い酸素透過率で酸素をたっぷり届け、装用16時間後もレンズの潤いをキープが特徴の息するレンズのキャッチフレーズを持つボシュロムアクアロックス、それぞれをイメージした平野さんのキービジュアルが撮影され、髪型や衣装でイメージを変えながら平野さんの美しい目が強調された仕上がりとなっています。やはり平野さんの目を強く強調した新しいキービジュアルを用意していて、翔くんの美しい瞳に吸い込まれそうです。目力強いなのに綺麗で瞳に吸い込まれそうと X が大盛況となっていました。キービジュアルの撮影を終えた平野さんは、平野さんが 2B 合流後初となるテレビ CM サントリー水神草だもやはり平野さんの目力を強調した広告デザインを組んでいました。平野さんの起用が正式に情報解禁されたのは今年2月7日でしたが、同月1日に顔を水神ソーダの缶で半分隠した新清々しい人の写真を公式サイトに掲載。東京渋谷のビルにも同じ写真を使った巨大広告を掲載していましたが、やはり力強い眼差しがとにかく印象的で、これ平野くんだよねと情報解禁前から大いに注目を集めました。そんな平野さんの強い目力、広告の効果は絶大。水神ソーダの売り上げは対前年比約 230% だったといいます。解禁後のビジュアルもやはり平野さんがこちらを優しい眼差しで見つめているものでした。今回の 2B の東京ドームライブ 2Heroes の CM にも、翔くんは無言でも瞳だけでもエースの輝きとスターの存在感、ゆっくり見たくてスロー再生にしちゃった翔くんの瞳最高ですといった平野さんの瞳に言及する声が多く寄せられています。よく内面は顔に出ると言いますが、
平野さんはとにかく意志が強くストイックなタレント。それがにじみ出ている瞳は凛としていて思わず見てしまいますよね。そしてずっと見ていたくなるほど美しく、つい見入ってしまう。見入ってしまうということは自然と広告を見てしまうということですよね。強い訴求力、広告効果は抜群です。今回の2 Heroes の CM も同じ。平野さんの吸い込まれそうな瞳でスタートすることでぐっと視聴者を引きつけてから 2B アーティストが集結と本題のナレーションが流れる構成です。 2B にとって初の大舞台、その告知の大事な部分を平野さんは任されたということです。制作サイドも平野さんの瞳に力があるのをよく分かっていての映像構成だったのではないでしょうか。そんな平野さんが所属するナンバーガイですが、ナンバーガイのデビュー曲ゴートの配信リリース日と価格のご表記について公式が3日に謝罪をし話題となっています。公式サイトではファーストシングルゴート全曲配信に関しまして iTunes ストアでの販売価格が一時的に誤って表記されておりました。大変申し訳ございませんでした。現在は下記の通り正しい表記に修正済みとなっておりますと説明。5 3月7日リリース、正3月6日リリース、5 611円、正1528円とご表記を訂正した上で、誤った611円での購入者に向けてご請求はダウンロードが可能になった時点で発生いたします。そのため611円でプレオーダーをいただきましたお客様につきましても1528円でのご請求とさせていただきます。1528円での購入をご希望されない場合はプレオーダーのキャンセルは可能となりますので、キャンセルのお手続きをお願いいたしますと伝え、お手数をおかけして大変申し訳ございませんと謝罪。最後に改めてお客様にご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。引き続きナンバーガイへの温かいご支援をよろしくお願い申し上げますと呼びかけていました。そんな中、ナンバーガイの神宮寺さんが3月3日に自身のインスタグラムでストーリーズを更新、メンバーの平野さんと交わしたやり取りを公開し、ファンからショウさんのドジッコエピを教えてくださり感謝申し上げますなど反響が寄せられていたようです。この日ストーリーズに公開されたのは平野さんの横顔にテキストが添えられた写真。テキストには今日朝リハをしていたら昨日の歌番組のヘッドセットのテープがついていて爆笑しましたと綴られていて、写真を見ると確かに平野さんの耳の後ろにはテープがついてるのを確認できました。ナンバーガイは前日の3月2日に Venue101 に出演、ファーストシングルゴートを披露した際に使用したヘッドセットマイクを固定していたテープをそのままに平野さんは翌日のリハーサルに訪れたようなのです。神宮寺さんは続けてお風呂入ったからって謎のアピールをしていました。笑っとテープがついていることに気づいた平野さんの反応も明かしており、2人の様子にファンからは謎のアピールしてる姿も想像できちゃう、ジン君かわいい、翔君を知らせてくれてありがとうといったコメントが多く上がっていました。さらに神宮寺さんが告白した平野さんの謎のアピールに意味わからん、さすが翔くん、テープに違和感なかったのかなと突っ込む声も届いていました。圧倒的な訴求力を誇る平野さんの瞳を持ってもテープに気づくことはなかったようですね。目標の世界進出もその目力で成し遂げられることを願いたいです。平野さんの今後の活躍に注目です。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。